こんにちは、ももです。今日はオートミールソフトバナナケーキの作り方を紹介していきます。普通のバナナケーキより柔らかくて簡単にできてすごくヘルシーなので、すごくおすすめのレシピです。ぜひ作ってみてください。まず最初にボウルの中にチアシード大さじ2を入れて、そこにお水大さじ4入れていきます。チアシードがない人はこれをバナナ1本で変えても大丈夫です。今日バナナ全部で3本使っていくんですけど、それを4本に変えてください。チアシードがある方はお水と一緒にミックスして、これを10分ぐらい置いておきます。そしたら他のボウルに熟したバナナ3本入れていきます。さっき言ったようにチアシードがない方はここで熟したバナナ4本使っていってください。それをフォークで細かく潰していきます。で、今日はあまり砂糖とかを加えていかないので、しっかりこのバナナで甘みを出せるようにちゃんと熟したバナナを使ってください。黒いブツブツがついたバナナです。そしたらナッツバターを大さじ4、好きなナッツバターを使ってください。ピーナッツバターもすごく美味しくできるし、アーモンドバターでもいいし、カシューバターでもいいし、ナッツアレルギーの方はここでごまペーストを入れても大丈夫です。ごまペーストを入れる場合、少しだけ甘みをもうちょっと最後に足してみてください。で、チアエッグを作った方はさっきのチアエッグをここに入れていきます。で、しっかりミックスしていきます。ちなみにチアエッグを作るときに使ったチアシードはしっかりミキサーで細かくしたチアシードになっています。で、バニラエキスを小さじ2。あとココナッツオイルをしっかり溶かしたのを大さじ2。ココナッツオイルがない方はマーガリンとかビーガンバターを溶かしたものでも大丈夫です。そしたらシロップを大さじ2、メープルシロップでもいいし、ブラウンライスシロップでもいいし、何のシロップでもいいです。もうちょっと甘くしたい方はさらにシロップを足していってください。で、オーツを 90g 足していきます。今日私が使ったのはロールドオーツなんですけど、このレシピは別にどんなオーツを使っても大丈夫です。オーツの食感が嫌な方はミキサーに入れて細かくして小麦粉みたいにしても大丈夫です。そしたら少しだけ塩を足してミックスして、で、ベーキングパウダー小さじ1最後足していきます。で、ゴムベラでしっかりミックスしていってください。と、食べてみて甘さが足りなかったら少しだけシロップを足したり、自分のお好みの味にしていってください。そしたら 100g のチョコレートをざっくり切っていきます。今日私が使ったのはダークチョコレートです。好きなチョコレートを使ってください。これをさっきのミクスチャーと一緒にざっくり混ぜていきます。そしたらもう出来上がりです。普通のバナナケーキを作るよりもすごい簡単にできるので、すごくおすすめのレシピになっています。あとはこれを容器に移してオーブンに入れていくだけです。オーブンを180度で予熱して、そこに20分から40分ぐらい入れていきます。出来上がりはこんな感じです。私は25分ぐらい入れたんですけど、もうちょっと固くしたい方は40分ぐらい入れるといいと思います。結構私は柔らかいのが好きなので、25分ぐらいで取り出しました。中はまだちょっと生っぽくて、すごくあったかくて美味しいバナナケーキになっています。バナナケーキを食べたいけどあんまり手を動かしたくない、あんまり時間を使いたくない方にすごくいいレシピになっています。他にもちゃんとしたバナナケーキの作り方はチャンネルで紹介しているので、興味あったら概要欄をチェックしてみてください。これは、以前紹介した3個の材料でできるクッキー、オートミールクッキーにすごく似ています。お好みでナッツとかアーモンドとかカシューナッツとかウォーナッツとか入れてもすごく美味しくなると思います。はい、そんな感じで今日のオートミールバナナケーキの作り方はこれで以上です。ぜひ作ってみてくれたらインスタでタグしてくれると嬉しいです。 Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye.